はい、株株パラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。はい。それではまず日経。はい。今日697円上げましたね。はい。で、前日のダウが469ドル安だったんですよね。金曜日ね。はい。ということだったんですけども、しかし日経は大幅反発ということになりましたね。はい。で、これはアメリカの長期金利の上昇が、一服したということなんですよね。はい。それで、上がってきたということですね。はい。なのですが、このチャートを見てもわかるようにですね、木曜日の終値がここですからね。で、金曜日がここまで下げたので、まだまだね、木曜のところまではね、だいぶ上あるんですけども、それでもね、なんとかこう、戻ってきたという形にはね、なりましたね。はい。うん。ね、最近ね、急激に上げていたので、このぐらい、戻しながらね、ゆっくりでいいのかなと思いますけどもね。はい。でもね、アメリカのまた長期金利がね、上がったりするとね、またドーンと下がる可能性はね、十分にあるのでね、気をつけながらね、やっていきたいと思います。はい。で、肝心のマザーズですけども、はい、マザーズはね、今日ちょい上げでしたね。はい、うん。下がるよりはいいですけどもちろん、はい。でも、ちょびっとしか上がらなくてですね。で、この75日線の下のところをね、まだちょっと行っているので、ここをね、もっと明確にね、上げていってほしいなと思いますけどもね。なんとかね、下値を切り上げながらね、右肩上がりでね、上がってほしいと思います。以上、試合関連でした。はい、続いて。まず毎日見ているテーマ別で仮想通貨関連ですけども、はい。まずビートですね。で、ビート、今日はね、32% 上げましたね。で、一時はね、ストップ高まで買われたんですけども、大引けはね、ストップ高では折れませんでしたが、しかしそれでもね、32% 上げたということになりましたね。はい。いや、なかなかね、強い買いでしたね。うん、おめでとうございます。で、この話はね、新ネタのコーナーでやりますんでね、楽しみにしておいてください。はい。それから毎日気にしてみているですね、開花なんですけども、開花はね、今日はプラマイゼロでね、終わりましたね。金曜日にもね、新しい商品追加したっていうことでね、IR が出たんですけども、大引け後に。で、木曜日もね、仮想通貨の取引所を子会社化するっていうね、IR が出たんですけども、両方ともですね、それが出たんですが、しかし、大してね、今上がってる状況には習ってないんですよね。はい。残念ながらね。で、これはどう考えてもですね、ビットコインの上昇が、今割とこう、ちょっと落ち着いてる感じになったんですよね。はい。ということで、仮想通貨関連はね、開花もいい IR 出したんですけども、プラマイゼロで終わり、そして、ネックスも、マイナスで終わり、マイナス 1% ですけども、で、リミックスはマイナス 8% ということになりましたね。はい。でもね、ビートはね、かなり上げたので、で、これはね、どういう話かっていうのはね、新ネタでね、楽しみにしておいてくださいね。はい。以上、仮想通貨関連でした。はい、続いて。EV 関連ですけども、EV 関連。ね、今日日経が上げたので、資金がね、戻ってきた感じになってますけども、全体としてはね。で、ただ、毎日見ているダイヤですけども、4% 下げてしまいました。これもね、いい決算が出てね、かなり上げたんですけどもね、高値はここまで行ったんですけども、残念ながらね、今ちょっと下げトレンドになってしまっていますね。で、今日は3000円をね、割らずにそれでもね、下髭つけて戻っていったので、ここのね、心理的節目のね、一つのね、3000円のところでね、なんとかうまくね、また戻っていけるかどうかですけどもね、はい。ちょっと今ね、空売りがね、結構入ってるような感じに見えるんですよね。ということで、利確と空売りに押されてるような感じなのですが、この3000のところで、一つね、踏ん張れるかどうかっていうところをね、見ていきたいと思います。はい。以上、EV 関連でした。はい。続いて、水素関連ですけども、水素関連ね。で、今日ね、なかなか結構、資金が来てると思うんですけども、はい、地合いが良かったのでね。で、毎日見ているこのカジテックでなんですけども、今日もね、上げてね、4% 近く上げたんですよね。はい。なかなかのチャートになってきましたね。はい。いやー、今日はね、まあ、地合いがこんなに上げなかったら、もっと下がってスタートかなとか思っていましたが、まあ、しかし、地合いが良かったこともあって上げていったということになりましたね。はい。もうちょっとね、N 字を描いてね、折り返して、で、下になって、また上に行くかと思っていましたが、今日もね、順調に上げたということで、なかなかね、強いですね、カジテックね。なかなかすごいな、このチャートもね。で、まあ、このまますんなりはいかないと思いますけども、前も言いましたが、ここのね、前回の高値を、どこかでね、抜いていきそうな気配なのでね、これもね、すごくね、気になりますね、カジテック。はい。以上、水素関連でした。続いて、新型コロナ関連なんですけども、今日ね、まあまあ上げたのが新鋭なんですが、今日まあ 3.4% ですけども上げましたね。はい。で、それでもですね、10時ぐらいからね、ドーンと上げて、結構ね、上げたんですね。上げになったんですけども、まあ結局 3% っていうところでも落ち着きましたが、はい。で、これには理由があってですね、10時に IR が出て、新型コロナウイルス感染症ワクチン物流用オンドロガーの供給対応についてというのがね、出たんですね。はい。で、前はね、5000台受注しましたっていうね、ものを出していたんですけども、それにさらに5000台追加しましたよというのが出て、まあ合計1万台ですせという話をね、出してきたんですね。なんですが、まあ、それだけだとちょっとね、ある程度織り込んでたかなっていう感じに、まあ、取られて、まあ、ちょっとね、押されたということにはなりましたけどもね。はい。まあまあまあ、いいんじゃないですかね。かなり下げたところでね、そういう話がね、また出たのでね。はい。頑張ってください。はい。それからですね、あと、フルッタなんですけども、はい、フルッタね、今日 5.4% 上げましたが、これもですね、ちょっと上髭をつけてね、まあ押された形にはなりましたけども、はい。まあそれでも 5% 上げましたが、まあこれのね、話は何度もしてますけども、カナダのトロント大学が、フルッタのアサインを使って、新型コロナの感染した人の炎症を何かね、抑えられるような効果があるかどうかっていうことなんですね。それを検証するというような話になっていて、で、その結果、かなり何かがですね、情報がそろそろ出るんじゃないかっていうようなね、感じなんですよね。はい。ということでね、そろそろなんかね、怪しい香りがね、プンプンするんですけどもね。はい。どうなるかね、はい、気にしています。はい、頑張ってください。以上、新型コロナ関連でした。はい、続いて、5G 関連なんですけども、5G 関連ね、今日まずね、11% 上げたのがね、この IPS なんですよね。いや、このチャートもね、なかなかいいっすよね。NG を描いてね、ドンと来ましたからね。これもなかなかね、侮れないですね。これはなかなか芸術的ないい作品ですね、このチャートはね。はい。ということで、IPS の話も新ネタのコーナーでやりますので、楽しみにしておいてください。はい。それからですね、あとはリバーエレクですね。毎日見ているリバーエレクなんですけども、今日も残念ながら下げて、そうですね、下げてマイナス 0.3% ぐらい下げましたけども、まあ、それでもね、まあ、このチャートでいけばね、このぐらいだったら全然ね、下げたうちに入らないと思いますけどもね、はい。ただちょっとね、この地合いがいいときにね、ちょっと下げるっていうのがね、気にはなりますけどもね、はい。まあ、まだまだね、頑張っていけると思いますんでね、頑張ってください、リバイレク。はい、いい技術を持っていると思います。以上、5G 関連でした。はい、続いて、直近 IPO 関連ですけども、はい、直近の IPO ね、2つね、今日ストップ高になりましたね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、まずコリーですけども、はい、コリーね、ストップ高できましたね。はい、よかったですね。で、まあ、コリーもね、ツイッターで僕の方でね、この辺ぐらいからかな、まあ、とにかくね、コリー頑張れって話をして、この辺からね、いい感じみたいなことを、まあ、書いていたら、まあ、ストップ高までね、ドンと買われたという感じに、ね、なりましたね。はい、よかったと思います。それからもう一つですね、アピリッツなんですけども、アピリッツね、今日はね、なんと寄らずのストップ高でしたね。なんとびっくり。はい、おめでとうございます。すごいな。で、今日はね、上場3日目なんですよね。で、最初の日は寄らずだったんですよね。で、値がつかなかったので、金曜日に初めて値段がついて、ただしそれはね、信用買いできない、まあ、側近の現物だけ買うっていうやつなんですよね。はい。で、まあ、それでストップ高まで買われ、そして今日は夜のストップ高になったということに、ね、なりましたね。いやー、すごいですね。はい。でも、まあね、今までの経験だとね、こういう、まあ、IPO で、直後のね、やつが、夜のストップ高だと、翌日ね、ちょっとまあ、それなりにね、厳しいんですよね。寄りがね。っていう感じだとね、ちょっと思いますね。ここなんかね、出来高がないと、IPO の場合ですね、この辺の隙間がですね、どうしてもね、なんかこう、気になっちゃう人がね、いるらしいんですよね。ということで、ここ寄らずの場合はちょっと厳しいっていうね、展開がね、ありがちなのですが、まあ明日ね、うまくギャップアップね、してくれるといいですけどね。はい、以上、直近 IPO 関連でした。はい、続いて、グリーンエネルギー関連ですけども、はい、グリーンエネルギー関連ね、今日はね、なかなかこう資金が戻ってきてましたけどもね、はい。で、特に一番気にしているこのエバランス。はい、エバランスね、今日 5%、6% 近く上げましたね。はい、おめでとうございます。いいじゃないですかね。はい。いいと思いますね。このね、だから、うまい具合にね、この NG 字を描いてね、上がってますよね。はい。これもなかなかね、芸術的なね、作品にね、仕上がってきてると思いますけども、はい。いや、いいんじゃないですかね。いいと思います。ということで、これは前回の高値のね、ここの5750円ぐらいのところをね、なんとかね、うまく越せるようなね、やり方でね、なんとかいってほしいと思いますけどもね。はい。頑張ってください。以上、グリーンエネルギー。はい。ここで新ネタに行く前に、株株パラダイスよりお知らせがあります。はい。株株パラダイスは開始4ヶ月間で1万人の登録者を達成いたしました。本当に本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。そして、これを機に成長パートナーシッププログラムというものを開始いたしました。はい。皆さんと共に成長していくためのプログラムです。こちらの株株パラダイス特別編重大発表の動画をご覧ください。詳しくは。はい。皆さん一緒に成長していきましょう。よろしくお願いいたします。続いて、新ネタのコーナーですけども、新ネタ。はい。まずはね、小僧寿司なんですが、小僧寿司ね。今日なんと 35% 買われましたね。はい。おめでとうございます。いやー、すごいですね。35% 買われましたね。すごいな。で、これはね、2時20分か。2時20分に、IR が出てですね、で、ここからドドドドーってね、買われたんですね。はい。で、どういう IR かっていうとですね、これですね、小僧寿司、非開示だった今期計上は 3.7 倍増益へというものなんですね。で、3.7 倍の 1.5 億円に拡大する見通しと発表したということなんですけども、まあ、この 1.5 億円っていうね、金額は、まあそんな大きいとも、まあ思えないですけども、しかし、まあ今後ね、こういうことがね、継続していくんであれば、まだまだね、こう上値余地がね、あるだろうっていうことだと思うんですよね。ということで、ここからね、どういうチャートになっていくかね、見ていきたいと思います。はい。頑張ってください。続いて、ビートなんですけども、はい。ビート、今日ね、ストップ高近くまで買われたんですが、さっきも言いましたが、で、最後はね、ストップ高で終わりませんでしたけども、はい。まあ、それでも 32% 上げたということで、まあ、仮想通貨関連なんですけども、で、ここだけね、なんでこんなに買われたのっていう話なんですが、で、これがですね、ネタがまあ、いくつかあってですね、で、ニュースリリースと、ニュースリリース2つと、IR1 個出したんですね。で、この3月1日にまず出していたのがですね、これですね、米国最大の保守派組織が主催する CPAC2021にかかる動画公開のお知らせというものと、それから当社子会社及び香港ブルーウェルスアセットマネジメントリミテッドによるステーキングにかかるサービス共同展開に関するお知らせというようなものなんですよね。はい。で、あとはね、今、増資中なので、それの行使をね、まあ、進めていますというようなね、もの出てるんですけども、はい。で、一番のポイントはね、これだと思うんですよね。この米国最大の保守派の組織が主催する、CPAC の動画公開に関するお知らせというようなやつなんですけども、で、この CPAC って何なんですかって話なんですけども、はい、CPAC はですね、もうそんなに詳しいか知らないですけども、ただね、このトランプさんがですね、まあ、超久しぶりにね、公の場に、まあ、出てきてですね、それでスピーチをしたというようなことで、テレビでもね、結構放送されてると思うんですよね、この CPAC の話がね。うん。というような、まあ、保守派のね、会の集まりなんですよね。はい。で、これがですね、何なのっていうこと、どういうふうに関係するのっていうことなんですけども、このビートのですね、CEO の松田元さんがですね、何やらですね、これにね、出てきたみたいなんですよね。これだからこれ、ありますけど、ツイッターに。で、NBC で全米にも放映されましたというようなことが書いてあってですね、なんじゃこりゃっていうね、ということで、まあ、ここに書いてあるのがですね、ライバルディ BC Vaultの採用動画ですというようなことがね、書いてあるんですけども、このライブラリー BC Vault っていうのがないかっていうことですが、これはですね、OK Wave っていうね、まあ、別の会社ありますけども、で、そことですね、シンガポールの会社が、まあ、関連してですね、開発したようなブロックチェーンの技術をベースとした電子投票システムなんですよね、BC Vault。うん。まあ、BC ってブロックチェーンのことだと思いますけども、このブロックチェーンの投票ですね、ボート、はい、の、まあ、システムっていうことなんですよね。で、これに関して、何やら話をしてるみたいですね。で、この松田さんが、じゃあ何、この OK ウェブって別の会社じゃんっていう話なんですけども、この松田さんのことは皆さんよくご存知かとも思いますけども、で、松田さんはですね、OK ウェブの代表取締役の社長を、まあ、去年のね、4月までやっていて、で、まあ今は、ビートの CEO だというようなね、ことになってるんですね。はい。うん。ということでね、まあもともとビートとね、OK ウェーブはまあね、まあそんなね、人のつながりがね、あるような会社なんですけども、というようなことがあってですね、うん。なかなかね、このアメリカ絡みのね、うん、なんか思惑なんですよね。はい。これからね、ちょっとどうなっていくかね、まあ、うさんくさいっていう、その一言で片付けられるような話なのか、それともちゃんと実がある話なのか、いやー、どうなりますかね。松田さん、期待してますけどね、僕はね。はい。うん。なかなかね、面白い話だと思いますが、ただね、一つだけ気をつけなきゃいけないのは、さっきも言いましたけど、増資中なんですよね。増資中なのでですね、まあ、それなりのね、売りはね、降ってきているような状況なんですよね。まあ、そんな中でも、ストップ高近くまで、まあ、買われてきているというような形なので、まあ、そこをね、気をつけながらね、やんなきゃいけないっていうことなんですけどもね。はい。ということで、うん、ビートね、なかなか面白い感じになってますね。はい。期待しています。頑張ってください。続いて、IPS なんですけども、はい、IPS ね、今日 11% ね、上げましたね。はい。おめでとうございます。ね、さっきも言いましたけどね、このチャートね、なかなかいい感じなんですよね。はい。なかなかいいと思いますよ。これ本当に芸術的でね、このチャーチストね、誰なのかね、教えてほしいですけどもね、本当にね、その人の、買ってるところをね、全部買いたいぐらいですけども。で、これはですね、どういう話かっていうと、はい。IR が出たんですよね。で、当社子会社の、がですね、フィリピンで 1.5 ギガヘルツ帯の周波数を追加して割り当てられましたということなんですね。うん。もともとね、ここはフィリピンで、そういう 5G 関連の話とかが、まあ、あってですね。で、それで株価をずっとこう押し上げてきていたわけですけども、で、今まではね、5G 専用の周波数帯を、まあ、2つね、割り当てられていたんですよね。で、いたんですけども、今回のやつはですね、1.5GHz 帯っていうのは、今までのその 4G と、それからね、5G の技術も併用されていくような、まあ、周波数帯だということなんですよね。ということで、うん、まあ、5G がね、まあ、これから盛り上がっていくと思うんですけども、まだね、そこがね、こう、成熟していくまでの間にね、やはり 4G のね、世界も、まあ、サポートしなきゃいけないんだろうねと、稼ぐにはということで、4G と、それからね、5G の、まあ、併用できる周波数帯をもらいましたということでね、今日上げてきましたね。はい。うん。なかなかね、面白い話だと思いますけどもね。はい。期待して見ていきたいと思います。はい。それからですね、あと、アルシザネットワークなんですけども、はい。アルシザネットワークはね、ちょっとね、この 5G 関連ですけども、チャートがね、あんまり良くないんですよね。あんまりね、こういい感じにはなっていないんですけれども、しかし、大引け後に、決算の IR が出てですね、これが今期経常 64% 情報修正というのがね、出ましたね。はい、おめでとうございます。ということでね、今後これもね、どうなっていくか見ていきたいと思います。はい。以上、新ネタのコーナーでした。はい、続いて、3月1日に注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね、まずこの G ファクトリーなんですけども、はい。G ファクトリーね、今日なんとね、揺らずのストップ高でしたね。はい、おめでとうございます。いやー、すごかったですね。これはですね、ゴーストレストランの話ですよね。はい。で、きっかけは、株単でゴーストレストランの話を、まとめた特集のね、記事を出したときに G ファクトリーのね、名前がこう上がっていて、それでまあね、新たにこう認識されて、今、買われているということなんですけども、まあ今日ね、いろいろニュースとかも見ていましたけども、G ファクトリーっていう、名前は出てないにしろ、ゴーストレストランのね、話はね、結構ね、ニュースとかで出てましたからね。はい。ということでね、これももちろん巣ごもり需要の話ではありますけども、ということで、ね、面白い話になってますね、これね。はい。以上、3月1日の注目銘柄でした。はい。続いて、3月2日の注目。はい。小僧寿司、ビート、ユニバンス、G ファクトリー、アピリッツ、IPS、フルッタ、アルシザ、カイカ、ダイヤ。はい。このように中心に見ていきたいなと思ってます。はい。それではここで、株価パラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。はい。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。